空港で密かにスゲ BTS に同行した謎の少女は誰？スゲ BTS がついに帰ってきて、スタイリッシュな新髪を披露。信頼できる情報源からの情報によると、スゲ防弾少年団が空港のロビーで謎の少女とこっそり歩き回っていたという証拠がたくさんあります。スゲ防弾少年団が謎の少女を同じ便に戻したという秘密の証拠が空港のエントランスホールに現れた。秘密の目撃者として搭乗したスゲ防弾少年団が謎の少女を空港のエントランスホールに連れて行った。あなたは女の子のアイデンティティを知っていますか？上記の情報は議論され、すぐに広まり、BTS ファンに非常に歓迎されました。この謎の少女の正体は何ですか？現在、この謎の少女はクポップ音楽業界で有名な歌手であることが確認されています。現在、この写真は、スゲ防弾少年団が空港ロビーの入り口で見知らぬ女の子の手を非常に愛情深く魅惑的な顔で撮ったシーンを記録しています。これは、聴衆がスゲ BTS の激動のラブストーリーについて話している理由を説明していますか？スゲ防弾少年団のファンも写真を受け取った時はとても混乱していました。これらの写真は現在、ソーシャルネットワーキングサイトで話題になっています。彼女の髪の色についての秘密の女の子についてのほとんど驚くべき詳細があります。これは非常にコンパクトですが、特にイヤリングの宝石です。現在、インスタグラムとフェイスブックの2つの個人ページには、多くの相反する意見があります。どうやら、両方のファンは好きなカップルを決定しようとしています。ファンはまた、彼らの個人的なページで多くのお祝いを表明しました。男性歌手のスゲ BTS は現在、彼の個人ホームページと個人インスタグラムにコメントをロックしています。ただし、最も正確なニュースを探している読者からの詳細情報を待ちます。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。もう一度ありがとう。